パラシュート、パラシュートは、傘のような形状で空気の力を受けて、速度を制御するもの。名前はイタリア語の、守る、パラレと、フランス語の、落ちる、シュートを組み合わせた造語である。ラッカさんという和訳語も存在する。パラシュートは、飛行する、航空機からの脱出や地上、海上施設への降下、スカイダイビングの最終工程などに使用される。 初期のパラシュートは絹製で、これは締めると重くなる上に、開かない事故がよく起こった。現在は、ナイロンなどの化学繊維製である。また、パラシュートの古典的なマッシュルーム型は、その形状からキャノピーが潰れにくく安定している。代わりに、コントロール性は劣る。特に着地時の衝撃が、建物の2階から、パラシュートなしでの地面に飛び降りた時とほぼ同じ、衝撃が来るため、 受け身を取るような着地をしないと怪我をしてしまう。エアスポーツで定番となったラムエアタイプのパラシュートは断面が翼のようになっており滑空性能やコントロール性に優れるが前述のマッシュルーム型と比較するとキャノピーが潰れやすいという特性がある。ドラッグレースやスペースシャトル、戦闘機の減速などにも同様の形状のものが用いられているが これらは原則のみに用いるため、ドラッグシュート、ドラッグシュート、制動産と呼ばれる。ドローグシュート、ドローグシュートという小型の傘は、メインパラシュート、主産の展開前の姿勢制御、姿勢が安定していないと、メインパラシュートの策が絡まってうまく展開しないためと、予備原則、高速時にいきなり、メインパラシュートを開くと避けて破損するためと、メインパラシュートを、 収納部から引き出すために使われる。日本では航空法第90条で国土交通大臣の許可を受けたものでなければ航空機から落下産で降下してはならないと定められている。コストや重量制限、安全性の問題から民間旅客機にはパラシュートが装備されていないことが一般的である。戦闘機には射出座席が備えられていることが多いため実際に パラシュート降下を行うのは大型機の搭乗員であるが、軍のパイロットは必須の訓練となっている。ただし訓練のため飛行機から降下するのはコストがかかり、初心者には難しいため、矢倉から飛び降りる模擬訓練が行われている。現代ではバーチャルリアリティを利用した訓練装置も開発されている。パラシュートと類似した道具については、中世からいくつかの記録が残っている。 852年にアンダルシアのアッパースイブンフィルナスも参照がスペインのコルドバの塔から木枠で補強した外塔を使って飛び降り軽傷だけで無事着地したという1178年にあるムスリムがコンスタンティノープルの塔から同じように飛び降りたとしているが重傷を負いその怪我が元で亡くなっているレオナルド・ダ・ヴィンチは1485年頃に ミラノで書き留めたパラシュートのスケッチが残っており、パラシュートを発明したとする説が多い。しかし、歴史家のによると1470年頃にイタリアで無名の人物によって書かれたと推定される書類に2つのパラシュートの図面が残されており、そのうちの1つはダヴィンチのそれに類似していい。1617年にベネツィアでクロアチア人の発明家ファウスト・ベランツィオが ダヴィンチのパラシュートを作成し、実験を行っている。その後、必要性がなかったため長らく忘れ去られていたが、1783年に、フランス人のルノルマンがパラシュートを再発明し、彼の手によって、パラシュートという名前が提案され、定着することになる。2年後の1785年、ブランシャールがパラシュートを使えば、熱気球から安全に飛び降りられることを実験で、 証明した。実験は犬を使って行われたが1793年に、ブランシャール本人が登場していた熱気球が破裂した際に、実際に自分で試すことになり、無事脱出に成功している。しかしながら、この頃のパラシュートは、気枠の上にリンネルを張ったものが使われており、重くかさばり、実用性に乏しいものであった。また気球も、 墜落の際に重航空機のように急落下する例は少なく徐々に高度を落としていく場合がほとんどでありパラシュートが必要な機会は少なかった。1790年代にブランシャールはより軽く強靭な機能布で試作を始めた。1797年にガルヌランが新しい機製のパラシュートで効果を行っている。またガルヌランは パラシュートに排気弁を取り付け安定した効果を行える要塞設計している。1911年グレープコテルニコフが背負い型のパラシュートを発明した。とは気球からのジャンプを行った。1912年3月1日、アメリカ陸軍の大尉アルバート・ベーリーがミズーリ州上空で初めて飛行機からのパラシュートを使用しての効果を行っている。 1913年に、スロバキア人のが初めて近代的なパラシュートの特許を取得している。1922年10月20日、アメリカ陸軍航空隊のパイロット、ハロルドロス・ハリス中尉のローニング戦闘機が、オハイオ州上空で補助翼の急激な操作により、空中分解を起こした。高度800メートルで空中に投げ出された中尉は、 アービング式手動解散式パラシュートで無事に生還し、これがアメリカ発のパラシュートによる非常脱出、世界発の重航空機からのパラシュート脱出となった。当時、各国のパイロットたちはパラシュートの傾向を嫌っていたが、この事故をきっかけに認識が変わり、翌年にはアメリカ陸軍航空隊において飛行機に搭乗する際のパラシュートの傾向が気づけられた。なお、 日本でのパラシュートでの効果第1号は空中分解事故で1928年6月に三菱 IMF に試作機から脱出した中尾順利。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。